んにちは。長野インターネット放送局と申します。今、長野県は小諸市の、カフェ&ギャラリー、サロン&ベールというところに来ております。そこでは、普段はコーヒーとかいただけるところなんですけども、はい、今回、調和する野生ということで、イベントが行われていました。そこで、知り合った、作家さん、ちょっと、来ていただきましたので、自己紹介をお願いします。あ、はい、名前を田中一平と申します。で、ここ私の母がオーナーでやってる、カフェ&ギャラリーで、今年に4回ですね、企画展を予定してまして、はいはい、で今紹介いただいた調和する野生がですね、この春からスタートする1番目の企画展になります。はいはい、昼の部と夜の部と分かれてやりまして、はいはいはい、で昼の部もこれも初めての試みなんですけど、子ども向けのワークショップを、うん、まあ、このか会期中にたまたまですね、ちょっと知り合った、うん、小木隆さんっていう音楽家の方がですね、とてもこの展示に興味を持っていただいて、そういう子ども向けのワークショップをたくさんやってる方で、まあ、ちょっと急遽参加いただいて、そういうワークショップも開催一緒に させていただいたというような。なんかいろんなこう制作をされてるってお聞きしたんですけども。そうですね、はい、その辺ちょっとお聞きできますか。あ、ごめんなさい。もともと美術大学に、はいはい、通ってまして、で今そこの大学で教員やってるんですけども。はい。で、まあ、うちの両親もですね、そういう美術の世界にいたという影響から、うん、まあ、そういった美術の世界に入って、うん、で、まあ、自分が行ったところは美術学部で、はい、そういう作品をですね作るような授業だったんですけど、そこで、まあ、いろんなこう素材ですね、まあ、絵だったりとか映像だったりとか、うん、そういう表現に触れることがあったんですけど、まあ、特に鉄っていう素材ですね、はいはいはい、にとても学生時代に惹かれまして、はいはい、で大学でそういう技法を習って、で普段もそういう素材としてはまあ金属扱ったようなことをやってます。その鉄に魅力を感じたっていうのは何かきっかけがあったんですか。あ、そうですね、まあ、大学入ってそういういろんな設備があって、はいはい、で、まあ、木とか、まあ、はなんかこうなればこうできるんだろうなっていうイメージは持ってたんですけど、うん、鉄をこう扱うっていうのはなかなかイメージが持てなくて、ね、まあ、鉄がこう扱えるってこう、まあ、魔法が使えるみたいな、はい、ようで、とてもそこがちょっと魅力的だったのでのめり込みましたね。主にその切ったりくっつけたりっていうことなんですかね。そうですね、基本的にはそうです。実際作ってるものは、まあ、素材としては鉄を扱ってるんですけども、はい、まあ、ちょっとしたなんか電気の仕掛けでモーター使ったりして、うん、なんかこ う動く立体作品みたいなものを作ってますね。まあ、学生卒業して、でその後大学の助手になって、そのまま残って、で助教となってっていうような感じで進んでって、はい、で、まあ、ちょっと美術のそういう制作する学部にいたんですけど、そこの任期というか期間が終わる時に、はい、まあ、今度 大学として福祉と福祉ですね、福祉事業の福祉なんですけど、福祉と芸術っていうテーマを扱うようなプログラムをやるので来てみないかっていうようなことで先生から、はい、オファーがあったってことなんですね。はい、芸術と福祉っていうとどんなことなんだろうっていうふうに思うんですけど、一言言ってどんな感じなんですかね。そうですね、まあ、自分もそういう福祉の分野っていうのはもう当然門外観というか専門外のことなので、うん、やっぱそうですよね。そうなんですよね。で、まあ、初め聞いた時に どういうもんなんだろうって、まあ多分皆さんが思うような疑問は湧いたんですけども、うん、はい、まあ、一言で言うとそうですね、結構難しいんですけども、うん、まあ、福祉での、まあ、考え方だったりとか、うん、が、まあ、その芸術美術の考え方っていうか発想とこうちょっと近しいものがあるんじゃないかっていう、うん、まあ、仮説のもとというか、うん、ことでこうスタートしてるプログラムでありますね。
障害を、まあ、持ってる方が、まあ、どうやってこうその障害をこう乗り越えたかみたいなところが、なんていうかこうクリエイティブな発想力があるんじゃないかなっていうところが、まあ、発想力ですよね。発想力とかを、まあ、美術の分野ともなんかこう重なる部分があるんじゃないかなっていう、まあ、そういったところで、なんていうか福祉と後が重なり合うことができるんじゃないかっていうと。そして今あの、まあ、長野と東京ですかね、はい、まあ、行ったり来たり2拠点生活をされてるっていうふうにお聞きしたんですけども、はい、その辺はどうでしょうか。あ、そうですね、まあ、メイン今の大学での仕事が東京でやってまして、で今あの最初にご紹介したあの、はい、展覧会の企画も、はい、まあ、ぼちぼちとではありますが、あのこの長野の小諸市であのやってますね。もともと東京で育って、うちの母があの小諸、あ、ごめんなさい、長野の上田市出身で、うん、そうなんですね。で今両親がこっちに、もともと東京であの生活してたんですけど、うんうん、今あのこっちにあの、うん、生活の拠点が移ってっていうのもあって、まあ、じゃあ逆にその、まあ、大人になってから、はい、そのこういう地方へ来るっていうのは、まあ、それは来たことはあるかもしれないけど。あ、そうですね。どうなんですかね。そうだから地元の友人っていうのがまあいないんですね、はいはい、長野では。なので、まあ、新しく会う方たちばかりで、うん、そうですね、東京と出会う方とはまた違うあの方たちなので、それとてもあの面白いというか、はい、と思います。今何か取り組んでる、なんかプロジェクトとかあるってお聞きしたんですけども、紹介いただけますでしょうか。あ、そうですね、まあ、先ほど言ったあの、はい、福祉と芸術を、はい、まあ、あのテーマにやってる、プログラムの、はい、まあ、これがあのチラシでもあるんですけど、はい、あの東京芸術大学であの福祉と芸術をテーマにあの社会人対象 の、はいはい、あのプログラムなんですけど、はい、どういうことするんでしょうか。そうですね、まあ、先ほどあの説明したようにこう福祉と芸術っていうテーマで、うん、まあ、この両分野がですね、うん、ちょっと折り重なるような、はい、部分をこう授業で、まあ、知ったりとか、はい、実際にこう制作したりっていうようなことを、やってます。まあ、ちょっとコロナ以降にこのオンラインでも実行が可能になってまして、そうですね、地方から参加いただいている方も多くいますね、はいはい、必修の授業としましては、はい、そういったその障害、まあ、社会ではまあ一般的には障害って呼ばれるようなこと、うんうん、まあ、目が見えなかったりとか、はいはいはい、聞こえなかったりとか、まあ、車椅子だったりとかあると思うんですけど、はい、まあ、そういった当事者のまあ、生の声を聞くっていう授業がありまして、うん、はい、まあ、そういう当事者視点からこう学ぶ世界の見方というか、うん、を、まあ、まず出会うことによってこう、うん、福祉の領域に理解を深めるっていうか、そういった授業もしてますね、はい、なるほど。まあ、そして最後に、まあ、今後どんなふうにこう取り組んでいこうと思ってるんでしょうか。そうですね、まあ、もう日々模索しているような状況ではあるんですけども、はい、まあ、こう美術だったり芸術だったりっていうのはこう、うん、そうですね、こう生活、まあ、普段の生活ではこう必要とされてないっていうような、うん、意見もまあ強くあるかなと思うんですけど、うん、まあ、自分はまあそうですね、子供の時からそういう美術だったり芸術、うん、まあ、分野っていうかに携わってたいっていう気持ちはあるので、はいはい、なんですかね、小さくてもこうそういうことが なくならないようにっていうか、なんですかね、うん、まあ、日々そういう発想力というか制作であったりとかっていうのは、うん、続けていきたいなっていうのはありますね。まあ、いろんな人たちのそういう視点であるとか、はい、発想力を、まあ、ニュートラルに見て、はい、取り入れていきたいっていうのはあると思いますね。なるほど、はい、先ほど聞いた全国的にこうなんか展開してるっていうのはそのことなんですか。
プロジェクト。あ、そうですね、まあ、全国的、まあ、あのどこからでも、まあ、参加ができるっていうところで、うん、あの受講生の方もあの北海道から来る方もいますし、はいはいはい、九州から来る方もいますし、うん、はい、じゃあ東京芸大としてはあれですね、広くその、まあ、学生さんを募集してるっていうことなんですかね。あ、そうですね、はい、それは、まあ、学ぶ機会っていうんですかね、はい、分かりました。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います、はい、今日はありがとうございました。 ありがとうございました。説明していただけますでしょうか。あ、はい、今展示しているのが例えばこれなんですけども、まあ、今回あの外にも展示してるんですけど、はい、まあ、大きいこうアーチ状の、なんていうかね、東屋みたいなこういう建築物というか構造物を鉄で作ったんですけど、はいはい、そこで使う鉄材をですね、はい、まあ、ずっとこう家の裏に置いてあった、はい、なんていうんですかね、駐車場のこうフレームがありまして、はいはい、で何十年も外にあって、うん、ちょっとそれを掘り起こして洗って、うん、でそれを使ってたんですけど、はいはい、まあ、その中に多分長年なんかこう倒木とかがあって、はい、多分その影響でこう曲がったりしてる鉄があって、はいはいはい、なんかこう工業製品ってこう、まあ、普通はこうまっすぐではあるんですけど、はいはいはい、その自然の力によってこうぐにっとこう曲がった部分が、まあ、なんともこう工業製品的ですけど、うん、こうちょっと有機的な植物的な見え方もあるなっていうところで、まあ、なんかこう普通だったらこうああ曲がっちゃったなっていうような、うんうん、ある意味こうもう素材としては使えないようなものなんですけど、逆にこう魅力が あるなと思い、そこだけをこう切り取って、うん、まあ、こういうふうに作品化したっていうもの。これ学生の時に作ったもので、はいはいはい、まあ、ちょっと鉄、まあ、フレームとかは鉄で作ってますけど、はい、まあ、なんか中にろうそくのろうが入ってまして、はいはい、あ、ろうなんだ。そうなんです。で、はい、ろうそくって固まると白くなって、うんうんうん、で溶けると透明になると思うんですけど、うんうん、今光を当ててて、はい、でこれフィラメントの電球なので、はい、熱があるんですね。でその熱でだんだんとこう溶けて今透明な状態になってるっていう状況ですね。でまたこれ消して冷えると固まるっていうところで、はいはいはい、で中に太陽を映したフィルムが入ってます。あ、中に入ってるフィルムなんですね。そうなんですね。なんでそれをライトで当ててこうまあ、太陽が、まあ、こう光ってるっていうような、うん、素材とイメージをどうこうつなげていくかっていう興味から作ったこう、まあ、ある意味こう変化し続けるような作品を作りたいなと思って作った、うん、そうですね。これも鉄なんですけど、はい、まあ、これも工業製品の鉄ではあるんですけど、はい、まあ、錆びてこう何ですかね、枝っぽくなってるっていうか、錆びると急にこう植物的な状況になるっていうところが、うん、まあ鉄扱っててすごい魅力的な部分だなというふうに思って、でちょっとまあある意味ちょっと植物的な感じにこう見立てて、ちょっとこっちと対になるような感じで作った、まあ、これもオブジェ的なものですね。なるほど。これとかも、はい、これ主に普通に木を素材に主に作ってますけど、まあ、この辺ちょっと鉄でこう作ったりしてるんですけど、これ海の流木ですね、はいはい、海岸で拾ってきた流木。やっぱ普通のあれじゃないんですね。そうですね、流木で、はい、で、まあ、なんか形がいいなと思ってずっと取りためてたんですけど、はいはいはい、で、まあ、今回こう調和する野生っていうテーマで、はい、でまあ、今の季節ちょうど夏に向かって森のこう草木木々たちがこう伸びてくっていうような状況で、なんかちょっとそういう木が伸びてくようなイメージをちょっと流木でこう作ってみようかなと思ったオブジェですね。なるほど、素晴らしい、ありがとうございました、はい、ぜひ制作に頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。